まだね、ちょっと週末の疲れがね、取れない。まだちょっと残ってますよ。なんか最近ほら、風がちょっと流行って、風、まあ季節の変わり目なのとね、私が会話するのももうおっさんばっかりなんでまあもう全国的に似たような感じじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとこう喉が痛いとか風邪ひいたって今はね、結構周りに多いんじゃないですか。私も自分ではね、風邪とかひいたなんて、まあ、風邪とか私ひいたことないですから、そもそも生まれてからねでもちょっとね、この間和歌山に行って、ちょっとね、やっぱ体調的に無理するでしょう。じゃあやっぱちょっと喉がやられましたね。行ってみたい国であるでしょう、皆さん。私行きたいのはね、やっぱね、行きたいって近場だとね、まあ、割と、まあ、無理したらいけるじゃないですか。まあ時間とお金には当然かかりますけど、まあね、例えばじゃあどこだ、韓国に行きたいとかね、ロシアのカムチャッカ半島に行きたいとかね、まあそんなんであれば、まあそんなに時間と費用もね、かからずに遊びに行けるわけじゃないですか。でもすごい行ってみたいんだけど、ちょっと遠すぎて行けねえなっていうところの一つに、やっぱ南米ですね。私南米のペルーに行きたいね。鉱山ね、マチュピチュもね、すごい行きたい。マチュピチュ行きたいからペルー行きたいわけじゃないけど、ペルーってめちゃめちゃ標高が高いところに確かありますよね。植物も生えないような、すっごい乾いて、で日中はね、空気が薄いからね、湿度もないからね、もう日差しが痛いね。で夜になると死ぬほど寒い、氷点下になるっていう。空がね、もう青じゃなくて黒いらしいですよね。大気が薄くて湿度がなくてね、あれを見てみたい。南米の特にペルーの高いところね、行ってみたいなと。でこれやっぱ憧れるのはね、一つの理由としてやっぱね、音楽でね、コンドルは飛んでいくってね、知ってるでしょ皆さん。小学校の時とかね、縦笛とかピアニカとかで吹いたでしょコンドルは飛んでいくね。ちっちゃい時は特に何も思わなかったけどね、まあ、ここ近年、まあでもどうだろう、40超えたぐらいからかな、なんていい曲だろうってね、思い出してね。あれ、サイモン&ガーファンクルもね、歌ってますよね。コンドルは飛んでいくね。コンドルは飛んでいくっていう、タイトルってなんだろう、あれ、現代わかんないけど、そういう現代があって日本語に訳してあるのか、それとも日本で、こうね、流行らすというか、使うのに、そういうタイトルをつけたのか知らないけど、あんな曲と、タイトルがマッチした曲って私他ないんじゃないかなと。ララ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 ラ、ね、本当に曲を聴いて、ね、目を閉じてね、聴いてるとね、コンドルがこうね、高いね、ペルーの乾いた大地をね、雄大に飛んでるっていう姿がね、本当想像できて、あんなマッチした曲ないなってすごい思うんですよね。私だからたまに定期的に、まあ多分月1ってことはないな、でも年 3,4 回はね、夜お酒飲みながらね、コンドルは飛んでいくをね、結構ヘビーローテーションでずっと流してね、気持ちよくなるときはね、脳内トリップをねするときがありますよ。いやあれいい歌だわ。また今日聞こうわ。まあ、っていう話したのはね、昨日ちょうどその日だったんで、私昨日夜、コンドルは飛んでいくを聞きながら、もう一個ね、あれも聞いた。まあ、ちょっと全然違うんだけど、これも結構たまに聞く、好きな曲の一つでね、古い、超古い曲、あれ何年代だろう、全然、アメリカのね、すごい、あれ40年代とか、50年代とか、30年代とか、もうかなり相当昔の曲で、あれカントリーになるのかな、あいつ、ハンク・ウィリアムスっていうね、私もよくわかんないんだけど、まあ、その人が覚えてて、ロンサム・ブルースってあるんですよね。ララ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 みたいな、って知りませんか、まあ、知らないでしょうね。でもね、すごい好きでね、なんか、
アメリカのカントリーミュージックとかもすごい好きなんで、あのタイトルとか誰がとかは知らないけど、聴くのはすごい好きなんですよね。ものすごいね、あのあれ日本の演歌とはちょっと違うね、やっぱりね。日本の演歌ってこうなんだろう、あの日本人の心とか言われますけど、そんなんじゃなくて、まあでもカントリーは一応日本でいう演歌みたいな立ち位置になるのかな。なんか良き時代のね、アメリカとか田舎の雰囲気なんかをね思い出すし、その辺もよく聞きますね。もうちょっと話が、ごめんなさい、あの私のいろいろ話飛躍しました、ごめんなさい。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日のお話はですね、私が知ってはいたものの真理を改めて痛感したというあのラジコンですね、もちろんラジコンの話です。ラジコンの操作とか速く走ることに関して、ね、自分で重々知ってはいたけども、さらにというかね、改めて痛感したお話というのをねさせていただこうかなと思うんですが、私常々ね、ラジコン速くなるのはプロポを持った時間に比例して速くなると思っている私の持論があるんですね。まあ、いろんなこれに関してはね賛否両論当然あると思うんですけど、私の持論としてはそう思っていますと。でやっぱりね、大事なのはね、リンクですよね、リンク。で、ラジコンを速くなるに、私は大別すると、2つ、大きく分けてね、2つの要素が必要だと思ってます。1つは、やはりね、速く走らせるっていうか、うまく綺麗に速く走らせるイメージですね。うん。イメージというのはすごく大事だと思ってます。イメージが悪かったら、どれだけ技術とかが上がっても、早く走ることができなかったり、まあ、成績を、ね、残すことっていうのは難しいんですね。やはりイメージっていうのはすごく大事です。もう一個はやっぱりね、手と操作のリンクですね。うん、このリンクがうまくいっていないと、まあ、例えばね、よく言う、私言ってますけど、じゃあゲームをやりますと。ね、ゲームあんまりよく知らないんですけど、じゃあマリオでもいいや。ね、マリオだと操作簡単か。じゃあグランツーリスモとかね、まあまあ何でもいいですよ、車の運転でも何でもいいですよあれでも考えてから動かしてるようじゃ遅いですよね。もうやはり頭で思ったことを勝手に手が反映する。私よくね、脊髄で動かせとか脳じゃなくて脊髄で考える、脊髄でどうっていうよく表現しますけど、結局そういうことで考えてから動かしてるようじゃもう遅いんですよ。ゲームにしてもね、いろんな操作ですよね。まあ重機にね乗られてる方だったら、ユンボとかあれ操作めっちゃややこしそうですけどね、もう何でもベテランになってくると頭で考えなくてもこうしたいっていうことは多分体がもう勝手に動かしてると思うんですよね。まあそういう要素って世の中にたくさんあると思うんですが、ラジコンも一緒でですね、やはり自分が思ったことをこう反映できるっていうのはすごく大事になりますね。で今回ね、私まあもうお気づきかと思うんですけど、今回ね、TM サーキットさんのスーパーストック選手権にね、いたんですけど、私の今回の目標としてね、スティックプロポで、セリカリフトバックで、夢を叶えに行くっていうね、コンセプトだったので、もう、スティックプロポだけ、これね、持って行ったんですよ。で、私、多分ね、イリリする、自分でね、性格が性格なんで、やっぱ負けず嫌いっていうのもあって、遅かったらね、やっぱりね、こう、もう人間のクズですからね、やっぱ面白くないわけですよ。あまりにも忘れないとね。で、私その性格自分で知ってるから、ホイラープロポ持ってこうかなって、ちょっと考えたんですよね。でもね、それ持ってったら絶対変えちゃうなと思ったから、もう持っていかないって決めたんですよ。もう、だからスティックプロポだけを持っていったんです。そうすればもう逃げ道ないですからね。で、走りました。で、さっき言った、2つのですね、お話。1つは、イメージです。速く走るイメージというのが大事です。もう1つはリンクの話ですね。で、私は、まあ、ホイラーであれ、スティックであれ、速く走らせるイメージは自分の中ではありますよね。まあ、このイメージが、まあ、どのくらいかって、言葉で説明するのは難しいですけど、まあ、例えば、初見の初めて行ったサーキットでも、まあまあ、バッテリー、一本走ればね、まあ、とりあえずは、まあもう走れると
偉そうでごめんなさいね。まあ走れるんですよ。まあそんなにね、そこから練習していっても、まあ、そこまで極端に高まってしまうことはない。まあ大体イメージ自体はね、そのすり合わせっていうのはその後必要になりますけど、まあこう走ったら速いとかっていうイメージとか、まあここで抜いて、ここで入れてね、この辺を通って、このラインをこういうように描いていくっていうイメージはもうついてるわけです。で、それをだから慣れたホイールアプロポであれば、もうすぐ走れるわけですよね。ところがですね、イメージはもう持ってるのに、やっぱね、とにかくね、リンクしない、こいつが。もうとにかくリンクしない。もうイメージはついてるんですよ。でもね、走れないんですよ。こうしたいって分かってるのに手がついてこないんですね。で、1パックバッテリーを走った後に私分かりましたね。今の俺は、ここでサーキットで練習しても意味ねえわと。うん。もうここで練習するよりも、その辺の駐車場で、これ一生懸命8の字してた方が絶対速くなるなって、痛感しましたね。うん。もうそんなところの話じゃないですね。まあ、結局ね、何が言いたいかというと、ラジコンを速く走らせるのには、上手に走らせるのにはね、イメージも大事ですけど、やっぱり、プロップをたくさん持って、それをリンクさせるっていうのが、知ってはいたけど、改めて痛感してしまったっていう話ですね。まあ、スノーボードでね、じゃあレギュラースタンスの人が、シュート滑るようになったと、じゃあ理屈は分かってるのに、じゃあグーフィーにしたら、すぐ走れるのか、滑れるのかって話ですよね。同じことができるのかって話です。やっぱそれもね、体がリンクしていかないとできないことですよね。まあ最近が、割と直近でね、似たようなね、話したかと思ったんですけど、またあまりにもね、痛感したんで、どうしてもお話したいなと思ってね、今はもうお話してるんですけど、まあとにかく、ラジコンをね、上達したいっていう思いのある方ですね。まあぜひね、プロポの持つ時間をね、長くしてみてください。昔からね、耳にタコができるほど言って申し訳ないんですけど、まあ、最近ね、セッティングばっかりね、時間取られていて、プロポ持ってる時間が少ないんだとか、ね、最初のうちはね、始めたばっかりは、うまく走れないから、ずっとね、プロポを握っていて、すごいずっと走っていたと思うんですよね。で、それがどっかの境でね、ある程度走れるようになって、あれなんだ、今日は調子がいい、今日は調子が悪いとかっていうのに気づけるようになって、じゃあ、調子良かった時に戻したいっていうんで、車をいじるようになる。で、どん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 、まあ、触っていくとね、速く走り、車の状態良くなっていきますから、今度セッティングが楽しくなってくる。で、セッティングが楽しくなりすぎると、プロポで持つ時間が当然減ってきますよね。まあ、体はね、一つですから、やっぱり、ね、あれもこれも一緒にね、できるわけじゃないのでね、まあ、この話をね、踏まえてね、なるほどなとね、もし思っていただいたらですね、まあ、ぜひ、プロポをですね、握って、まあ、もしくはこう、シックを、プロポを持ってですね、たくさん走らせる。で、ただ走らせるのはね、まあ、飽きてしまうとか疲れるってのはありますのでね、まあ、仲間とかを捕まえてですね、一緒に、チキチキバトルというのをね、楽しむっていうのも、ものすごく意味のある、上達方法の一つですのでね、ぜひ楽しみながら、ラジコンをたくさん走らせて、上達ね、していただければなと思います。はい、今日のお話、良かったと思っていただけましたらね、ぜひいいねボタンをお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。